秦の時代に描かれた妙宮の見取り図妙宮前伝史。妙宮は古代中国の前漢の都である長安の南西部にあった宮殿であり、前漢の皇帝の居場所であった。三タスク構図によると、漢の高祖7年に、娼婦養生の部の指揮のもと、常勝商家が主導して造営を開始した。高祖劉邦は、その壮麗さに、天下が争い苦しんだばかりでまだどうなるかわからないというのに、なぜそんな壮麗な宮殿を作るのかと難色を示したが、商家は、天子は、主界のうちすべてを家とするものですから、壮麗でなければ威厳がありません。それに後世に新たに作る必要がないようにするのです、と答えた。劉邦は喜び、長安に遷都した。高祖9年には、妙宮で宴会を行っているが、すべて完成してはおらず、高祖は自分の宮殿としてはすでに存在していた、長楽宮を使用している。次の慶帝からは、妙宮を使うようになり、長楽宮は皇太后の宮殿となった。皇帝の宮殿であることから警護として栄意が置かれた。三タスク構図によると宮殿は周囲28里であり、これは現代の発掘調査による妙宮の全長8800メートルとほぼ符合する。前殿、泉質殿、温室殿、清涼殿、麒麟殿、金華殿、照明殿、疫庭宮、消防殿、黄門殿、金馬門などの様々建物があった。諸侯や大臣と朝会を開く場所である前殿は、龍首山の丘陵を利用して建てられており、長安の城壁より高い位置にあった。王孟は漢を簒奪し皇帝に即位すると、妙宮を受政室と改称し、前殿を王祿堂と改称した。王孟の秦が滅んだ際、妙宮は反乱軍のため焼けた。長楽宮始めたの宮殿は無事であったため、長安に入った、皇子帝、劉玄や、赤鼻の劉凡氏は、長楽宮に入った。しかし赤鼻により他の宮殿も被害に遭った。妙宮遺跡は2014年に、シルクロード、長安天山回廊の交易路網の一部として、世界遺産に登録された。ありがとうございます。